とのバトルは目前。3人目のトレーナーとの対戦です。さあどんなバトルを見せてくれるのでありましょうか。戦う構えに入って、このポケモンではまずかったか。さあ対するは、おーっとポケモンの選択を誤ったか。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここでサイコキです。狙い的中。あーっとダウン。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでブーザーの登場だ。さあここから挽回したいところ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。ここで体力回復だ。おっと我慢しています。さあ熱戦が続いております。さてここで体力回復だ。さあまだ我慢している。両者とも大健闘です。おっと失敗。さあまだ我慢している。白熱したバトルが続いております。技がうまく決まりません。さあここで我慢の限界だ。おっとこれは外れ。さあ激しいバトルです。ここで波乗りだ。効果は抜群だ。おっと我慢しています。さあ熱いバトルが展開されております。激しい攻撃、攻撃炸裂。あーっと力尽きたか。さあ使えるポケモンの数に差がついている。ここでベロリンガの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあこれは大きなダメージ。おっと超音波。あーっと混乱した。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。おっとここでポケモンをチェンジです。ここでミュウの登場だ。おっと嫌な音攻撃。おっと防御力がダウン。さあ今入れ替えたポケモンがどう活躍するか。さあこの場面でよし。さあ今度は、あーっと混乱した。さあ熱戦が続いております。指示が出揃って、おっとポケモンをチェンジします。さあここで、おっと防御力がダウン。さあこのポケモンチェンジがバトルにどう出るか。いった。おっと急所攻め。あーっとダウン。ここで試合終了。
ジムのジムリーダー夏目とのバトルを迎えました。夏目はエスパーポケモンの使い手、総能力に翻弄されないよう注意が必要です。戦う構えに入って勢いのある攻撃、おーっとこのポケモンではまずかったか。あーっと大爆発だ、急所にヒット、あーっとダウン、あーっと両者共倒れだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでミュウの登場だ。ここでフーディンの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対2、両者一歩も譲りません。これで打撃攻撃に強くなりました。さあここで、よし当たった。さあ熱戦が続いております。バトルの姿勢に移って、さあ今度は、おっとこれはいまいち、激しい攻撃、まずまずの当たり、さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。さあこれは、おっと特殊能力がダウン、ここで猛烈な吹雪、いい感じの当たり、両者とも大健闘です。さてさあこの場面で急所に当たった、これはどうだ、おっと当たりません。さあ熱いバトルが展開されております。さあここで、おっと特殊能力がダウン、ここで体力回復だ。さあ激しいバトルです。さあ今度は効果は今一つのようです。いった、よし当たった、さあ熱戦が続いております。バトルの姿勢に移って、さあこれは、おっと特殊能力がダウン、ここで自陣攻撃、よし、おっとダウンだ、さあ出せるポケモンは1匹しか残っておりません。ここでフリーターの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1、緊迫した戦闘が続いています。ここで体力回復だ。さあこの場面でいい当たり、白熱したバトルが続いております。ここで体力回復だ。さあここで、おっとこれは外れ、両者とも大健闘です。さあ今度はまずまずの当たり、ここで攻撃力はアップです。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。
さあこれは4匹さあこの場面でいい感じの当たり、さあ熱いバトルが展開されております。さあここでよし当たった。さあ今度はおっと当たりません。さあ激しいバトルです。これはどうだ。よし、あっとダウン。ここでステージクリア。まずは歌舞伎勝利を収めたいところ。ここで波乗りだ。おっと一発目から猛烈な当たり。試合開始早々いきなりダウンだ。バトルは初めから急な展開を見せております。ここでストライクの登場だ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。さてこの攻撃、おーっとこのポケモンではマッチだったか。おっと張り切っています。両者とも大健闘です。ここでサイコキです。よし、あっとダウン。残りのポケモンの数に差がついております。ここでオコリタルの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。これはどうだ。弱点をついた。おっと張り切っています。さあ激しいバトルです。激しい攻撃、決まった。効果的な当たり。おっとダウンだ。ここで試合終了。